おはようございます。おはようございます。本日、四国リーグ第13節。相手はですね、なんと、はい、今もう優勝を決めました、ね。はい、FC 徳島でございます。はい。強いですね。まあね、ホームね、最終戦なんで、うん、はい、まあね、まあ、徳島はね、やっぱ強いじゃないですか。強いです、強いです。まあ、ただ、まあ、僕らもやっぱね、昔はやっぱ徳島とか、強いチームに、ね、壁になって、うん、ちょっとね、脅かしてた、そうですね、そういう存在だったんですよ、はい、なので、ね、今日もしっかりと、まあ、僕らのタドツのプレーをしっかりとして、うん、まあね、FC 徳島のね、壁に今日はなりたいなと思います。そうですね、あれよ、APEX やったのよ、あれよ、相手3対1やのに、はい、向こうらっさみたいな感じ、はいはいはい、そういうことなんです。伝わる人には伝わるってことでね、はい、まあ、今日はですね、まあ、ホーム最終節ということで、はい、まあ、楽しみながら、そうですね、ね、勝つことを、はい、やっていこうかな、頑張っていきましょう、はい、思いますんでね、ぜひ応援、はい、よろしくお願いします。ってことでね、そろそろちょっと始まるんで、はい、そうですね、いきます、どうぞ、いっちゃってる。9時50分ミーティング、オッケー、ユニフォーム多分赤、キーパー緑、キーパー紫、キーパーグレー、オッケー、オッケー、とりあえず赤で変更あったり言います。カワジーチャンネル、あ、チャンネルカワジリ、うん、解説、うん、これ何してんすか、これね、おじいちゃん前手見よう、フォトドリフちょっと試してます。バス、バス相手に乗ってきた、この辺じゃ一番いい、いや、でも巻いちゃうとね、これ青がもしかして相手って、そうっすよ、黒が全部、黒が全部、そうっすよ、もうほぼないでびっくりです。先々週後半10分ぐらいでひっくり腰した。その後3スイッチ失点して、多分あれ僕のせいです。ちょっと最近スラムダンク見てて、桜木が背中やったでしょ、ああいう活躍できるかなって思ったら全くできません。もう今日もう道具に頼ります。痛いですね、言い訳はしないぞ。あと6試合ぐらい、伊藤が綺麗だな。じゃあ僕めちゃめちゃちょっと思ったんですよ、うん、TikTok やりません、トークの、あの、YouTube、まあ、確か YouTube だもう素晴らしいですけど、はい、やっぱ今 TikTok って結構そのなんていうか、ね、情報量、はい、もちろん視聴力も、はい、強いんでね、ちょっと FC も、はい、ちょっと TikTok 始めてみませんか。やろう、やろう、まあ、はい、浜口さんはやられてる、やってます、こういう、なるほど、え、浜口さんフォロワー、フォロワー多いですか。1万6000人います。え、まあまあ、そうです、なるほど、なんでちょっとまあ分かってるつもりではいるんで、あー、なるほど、手伝わせていただきます。からね、ちょっと TikTok 始めましょう。なるほど、ですね、じゃあちょっと一緒に検討します。分かりました、はい、お願いします。そういうのあれでよ、川川川って感じよ。みんな川とか。え、どこなんすか。熱帯雨林やけ。熱帯雨林やけ。ショートムービーにしといてやれ。熱帯雨林やけ。じゃあちょっとみんな見てな。おいおい、ゴミめっちゃ回ってるね。で、ちょっと集中してきて、もうほんまに一切今からは笑いなしに聞いてほしいんですけど、いつもと違うのはここです。なんで笑うの、言われたって言ったら笑うの、死んでにも死んでやる。ちょっと、いやいや、これはどうしてって笑わしに行ってるやん。OK、
ナイスナイス。よもチャールでいくぞ。うぃ、まあ、おのおの今日の課題考えて行動しましょう。うぃ、スタート。楽しむよ。はい、おい、バンコナーはい、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 雰囲気は悪くないから、ただやることはしっかり冷静にな。確かに。まず、はい。分かったか。はい。冷静にでしょ。で、おいおい聞いてよ。しっかりあのコンパクトに固く守って、それでスピーディーに攻める。簡単に言ったら。オッケー。オッケー。で、やっぱ守りの時間があるかもしれんけど、常に攻撃的な姿勢を失わずに。オッケー。今やっていくあのいう瞬間には後ろからどんどん湧き出ていこうぜ。オッケー。はい。みんな戦おう。よっしゃ。さんも。準備した。次も行ってんだ。絶対自分の仕事を忘れずに頑張らないと。絶対取れんねん。ゾウ！おい！おっしゃ、行こうぜ。仕事ということは。行け！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 行
浜辺のところに気にして浜辺のせいで向こうに来ちゃう。そうですよ。まあ、天気めたあんな時間で届けよ。マジで真上って。マジで真上じゃない。あのまま行ったら。いやでもまあでも浜辺のゴールかもしれんけど、まあ三原さんのボールカットとか清水とかあの辺が良かった。でもあれ来るだけやったよ。そうそう。パターンやったよ。まあ、野村もね外からなんか盛り上げていこうとか、まあ、いい声で出たし、そんな風にしてうちのチームは全員で盛り上げていくようなチームなんだと思います。こんな感じで前進するのみなんで、最終戦みんな調整して遠いけどみんなで行ってさ最後終わろうかなと、終わりたいなと思います。なんでまあ今年高卒の子たちは、まあ、いい経験したんかなと、来年も戦える体作って挑みましょう。まだ終わってないけど最終戦頑張りましょう。はい、はい、三原さんが言う通りです。で、まあ、さっきジリさんとも話しちゃったんですけど、まあ、そのリーグ戦っていう、まあ、大会で、まあ、あの新しい、まあ、ある意味チームで新加入もおるし若手もおる中で、やっぱり我々は成長過程で、成長過程やけど、なんていうのかな、今、まあ、その次のシーズンを見据えた上でっていうキーワードもあったんやけど、やっぱりその目指すのはやっぱり勝てるチーム、勝てるチーム、やっぱりその我々社会人で、まあ、みんなのその胸とかプラシャツの背中とかリブス一つ一つに、まあ、スポンサーとか応援してくれてる人もおるし、でやっぱり今日見に来てくれた人もおるし、そういった声援とか応援にやっぱ我々は応えないかんと思う。だから成長過程でチャレンジもするし、これからどん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 上手くなっていく一方で、やっぱり勝てる集団、どうやったら勝ち点3を奪える集団になるのかっていうのを、やっぱりもうまだ1試合残っているので、次の練習から、しっかり引き締めて、やらないといけないかなと思ってます。で、それに向けて、まあ、若手とかベテランとか新加入とか関係なく、またチーム団結してやりましょう。 OK、 はい、じゃあ終わりです。浜辺、どう松のな、後ろに隠れながらな松のこの外側はみ出とんやありがとうございました。今日はですね、13節 FC 徳島ホーム、まあ、最終節、やったんですけども、まあ、やっぱね今日、まあ、多度津らしいというか、やっぱ素晴らしい、まあ、見てました、取れてました、ゴール、ね、ゴール決めたんで今日はちょっと強い気持ちよく、そうです。まあ、今季ね、まあ、あと1試合なんですけども、まあね、意味のある試合にしていこうかなと思います。まあ、今日は、まあ、点は取られたんですけども、楽しいサッカーができたかなと思います。次節最終戦、まあ、リアマス戦なんですけども、あ、まあ、最後はね勝ちで終わるかなと思いますので、今日は本当に皆さん応援ありがとうございました。また次節よろしくお願いします。どこで後半変わってますね。